ミスターさんどうも、こんにちは、えー。今回はですね、えー、とこのね、やりとりを一般公開にしてくださいましたね。これでいいと思いますよ。一気に一般公開動画が50本以上増えたじゃないですか。これ見る方が大変かなと思いますけどね。このキャッチボールっていうのがあ、きっとね、えーこの、かなり大事なことも言ってますんで、そのまま教材になるかと思うんですよ。で通常はこういったものっていうのは、 あの一般公開せずにね有料販売とかっていう形を取るのがネットビジネスをやって儲ける方法だと思います。ですのでこれは覚えておいてください。私はもうそういうことをやらないようなねところに来ましたんでやってないですけども通常は個人のやり取りっていうのを。 もう非公開にしてね、それシークレットで大事なノウハウをだからこそお伝えできるみたいなところがあると思うんですけども、もう私はそうではないんでね、どん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 公開していただいてもいいのかなと思います。まあ場合によってはですね、私が限定公開でお送りしたものも、もうね、情報っていうのは受け取った時点でその人のものだっていうふな、根本的には私そう考えてるんですよ。まあですんで、なんて言うんですかね、YouTube では喋れないんでこちらの LINE に登録してくださいみたいなのを私は全然やらないんですよ。うん、そもそも、 ラインつったって文字とかね、あの音声とか画像が伝わるのは一緒じゃないですか。だったら YouTube で全部で、ね、一般公開すればいいなと思ってるんですよ。そういうのはケチりながらケチりながらそれをお金に変えてやろうみたいなね。そういうフェーズがあってもしょうがないんですよ。うん、どっかで、えー、有料の情報を販売してあげようとかね。有料のものにして儲けようみたいな気持ちはそんなに悪くないです。ビジネスなんでね。私はもうビジネスをやめているっていうのはそういうことなんですよ。大事なもの、価値のあるものですら、 もうなるべくタダでお伝えしていきたいなと思いますし、信頼して見てくださってる方には次もね、信頼を裏切らないようなものをお届けしたいと思うんですよね、えー。もちろん私がね、信頼してくださいってお願いしてるわけではないんですけども、まあそういうふうな考えでやってるかなってことでございますね。まあこれからもミスターマイアミ参加の動画をお待ちしております。今日はね、特にあのこれといってためになる話はなかったと思いますけども、私の考え方をね、お伝えしてみました。それではまたメッセージよろしくお願いします。